はい、皆様こんばんは、今夜のパート3メインバージョンでございますが、皆様が選ぶ2021オリックスさんのベストゲーム、というわけで、今日紹介しますのは10月7日のオリックス対日本ハムのゲームですね。京セラドームでのゲームでした。で、福井のけいちゃんさんから、まあ、リクエスト、琉球の織立さんからも頂戴しましたけどもね、大前さん同士の皆様こんばんは。私の今季一番の試合は10月7日のファイターズ戦です。特にケイ・ベニ・トラ・ムネ、ケイは中川啓太のケイ、ね、ベニは紅林の紅、トラはトライのトラ、ムネはムネユーマのムネ、ね、ケイ・ベニ・トラ・ムネこれなんて読むの本当に、の7625の併殺で、見事に相手の攻めを防いだ場面です。私自身7625という併殺は見たことがなかっただけに、目の当たりにした時は鳥肌が立ちました。なんという見事な連携守備だという思いが今思い出してもひしひしと込み上げてまいります。この日の実況は大前さんがされていたので状況もより分かりやすく、 Thank you、 把握しやすかったです。フェンスに当たったホームと三塁で2つアウトを取りました。この実況すごく好きです。 Thank you。 来年はどんな試合が繰り広げられるか分かりませんが、ファインプレーで相手得点を防ぎチームの勝ちにつなげてほしいです、ということで、まあ、このプレーっていうのは何だろうな、それぞれのプレーが全部正確だった、つまりファインプレーなんだけども別にファインプレーじゃない、当たり前のプレーを当たり前にする、それができた。だけども当たり前のことを当たり前にすることが一番難しいんだね。だからそういった意味ではファインプレーなの。今言った7625、レフト、ショート、キャッチャー、サード、どこか一つがミスをしても成り立たないこの、2つアウトを取るというプレーね。それぞれが当たり前のプレーをしっかりやった、まあ、その結果アウト2つを取れたし、素晴らしいプレーということになるんだけどもね、まあ、ファインプレーというところではあるんだろうけれども、当たり前のプレーをしっかりできたというところが素晴らしかったですね。さあ、そのゲームを振り返っていきます。10月7日、京セラでのファイターズ戦、4対3でこれバファローズ勝つゲームなんですが、先発はバファローズが増井、ファイターズが伊藤大海ということで、序盤から点の取り合いというかシーソーゲームでした。派手な点の取り合いではないんだけども、でこの日は、オーダーご紹介しますと、1番が福田、2番が宗、3番に紅林、そういう下選手がいない、その前のカードの、北線で右の手首にデッドボールを受けて骨折、戦列を離れておりまして、3番に紅林が入って4番杉本、5番にファーストモヤ入って、6番にレフトの中川啓太、7番に DH の T 岡田、8番がセカンドの足立、ラストバッターキャッチャー伏見といったメンバーで、まあ、だからこの日啓太6番にレフト中川啓太が入っていたというのも、先ほどご紹介した、まあ、この7625の、まあ、ダブルプレーが生まれる一つの要因でもあったわけです。で、まあ、この試合先発増井投手が序盤から、まあ、苦しいピッチングであったんで、で初回まず、2アウトランナー3塁から、これバファローズは先制するんだけども、バッター杉本、ここで杉本はセカンドゴロを打つんだけども、セカンドの佐藤龍生、あれシーズン序盤はライオンズにいたあの佐藤龍生っていう感じなんですが、セカンドの佐藤龍生がファンブル、三塁ランナー宗がホームに帰って1点先制のバファローズという感じでした。しかし2回の表、先頭バッターの4番近藤がライトへ三塁打、ランナー三塁で高浜がセカンドゴロ、その間にランナーホームに帰って1対1の同点で、次に、3回の表を、フォアボールとエラーでランナー三塁一塁のピンチになって、まあ、ここで浅間がゲッツーを打つんだけど、その間にランナーホームに帰って2対1ファイターズ1点勝ち越し、これは3回の表。その裏バファローズは、まあ、2対1、1点ビハインドという状況で、バッターを打つは杉本だったんだけども、バッター杉本ですよね、これがまたホームランなんだけども、
さあゲームは3回序盤3回の裏バファローズ1点ビハインド2対1ここまではファイターズが1点リードバッターボックスは杉本ツーアウトランナーありません今日最初のバッターボックスはセカンドゴロ相手エラーを誘っていますワンボールツーストライクマウンド上伊藤が追い込んで第4球を投げた打ったセンターへ打球が伸びてセンター下がって下がって下がってセンターの左フェンスを越えて入りました杉本第30号大台30号に乗せる大きなホームランバファローズ同点に追いついた2対2というこれもやや前に出されて泳がされながらもセンターの左へ持っていった打ちたいと言っていたその30本のホームランそれが同点ホームランですという感じで同点に追いつくしかしその直後4回の表に先頭バッター野村勇輝が初球これもセンターへセンター下がって福田下がって下がって見上げて入ったホームランこれもセンターオーバー野村勇輝のホームラン第5号3対2ファイターズ1点勝ち越しという感じになるわけよね、松井投手はピリッとしませんでした、4回の表またこれファイターズが、1点勝ち越しになる、そして4回中川がスリーベースを放って左中間ねでその後伏見のファーストゴロで、中川ホームに帰って3対3の同点接戦ですねそして5回ツーアウトランナー二塁という場面で3対3同点でバッターボックスはモヤですこのねモヤがまたこれね渋いバッティングするんだよねボールカウント 2-2 からピッチャー伊藤第5球を投げて打ったピッチャーの右抜けてセカンド佐藤龍生飛び込んでいくんですがセンター前ボールは抜ける三塁ランナー宗がホームに帰って勝ち越し3対3というね宗がホームに帰って、3対3から、4対3になるか4対3というやつですね、もう一回いきましょうか、5回の裏3対3の同点で2アウトランナー2塁バファローズが勝ち越しのチャンスを迎えていますマウンド上伊藤大海ボールカウント 2-2 投球5球目バッターもやに対して第5球を中で打ったピッチャーの右抜けてセカンド佐藤龍生飛び込んでいくんですがボールセンターに抜けるセカンドランナー胸は3連休をつけてホームに帰ってくる勝ち越し4対3バファローズもやタイムリーヒット、まあ、これが正解だわねこれで勝ち越すんだよねで、この後はもう松井さんはこの試合はもう4回途中3回と3分の2 50球で、マウンドを降りましたでその後、回をまたいで K 鈴木が抑えて6回山田7回吉田亮8回ヒギンス9回平野義久という系統で勝つんだけども、先ほど、福井のケイちゃんがおっしゃっていた7625ね、ケーベニトラムネの、ダブルプレーは6回の表にやってきます、この回は先頭西川がピッチャーへの内野安打マウンド上山田投手です、続く野村が倒れてワンアウトランナーは一塁という場面でバッターボックス4番の近藤で近藤の打球はレフトへレフト下がっていってレフト中川下がって下がってボールはフェンスに当たるさあファーストランナーの西川2塁回って3塁回ってくる中川からショート中継栗林バックホームいいボール返ってきたタッチはホームがアウトバッターランナー近藤は3塁向かって伏見から3塁ボール送られてこれもタッチアウトここでお前ちゃんはきっとねホームと3塁で2つアウトを取りましたって言ったんだよきっとね、だと思います、まあ、そんな感じの、ダブルプレーが成立するということで結構これ架空実況じゃないけどもその時思い出しながら喋る緊張するね、頑張って喋っておりますよなんとなくその時のムードが、雰囲気もよみがえるでしょ、まあ、これは同じ振り返るにしても映像を使わない大前和樹のラジオ実況風で振り返るというね、斬新な、振り返り方だと思うんですがというわけで、まあ、そんな、変わった、ダブルプレーが生まれたゲームで皆さんの印象にも残っていた、ゲーム、これも結局接戦を制してね、ブルペン陣が頑張った、まあ、6回山田投手ちょっと打たれたんだけどもそこをしっかりと、バックが、失点を防いでくれたしで7回は吉田亮、8回ヒギンス、9回は平野というところでこの辺りから、吉田亮投手も勝ちパターンに入ってきて、7回を、大体この、
吉田もしくは富山で行って8回ヒギンス9回平野というね、形が、まあ、出来上がってきて、あの接戦を、まあ、終盤あの逃げ切るという形ができてきた時期でもあった、まあ、特にこの辺りはもう、マーリンズのデッドヒートを演じてましたから、もう負けられないゲームがあって、その接戦を、まあ、いかに、ものにするかというのがねポイントになっていたんだけど、まあ、そういった系統で勝てたゲームでもありました。まあ、序盤はその6回以降のところ先発の後の系統でひっくり返されたりとか、なかなか決まらなかったんだけども、そこは試行錯誤を重ねながらシーズン終盤に中嶋監督は一つの形を作り上げていった、まあ、それに応えた選手たちがすごいんだけどもね。というわけで10月7日のゲームファイターズ戦、7625警備に虎胸の、このダブルプレーね、当たり前のプレーをしっかりと確実にこなして取った2つのアウトというゲームを、振り返りました。今夜もご視聴本当にありがとうございました。また何かありましたらお寄せくださいませ。じゃあね。